それでは出発いたします。いよいよ金見沢ゴージャスとの最終決戦ですね。ああ、そうだな。皆さん、お揃いのようで。来たな、金見沢。約束通り僕らが勝ったら、グラウンド買収の計画は止めてもらうっすよ。構いませんとも。もちろん、勝てたらの話ですけど、大金をつぎ込んだうちのチームが素人の寄せ集め集団に負けるとは思えませんけど。野球ってのはやってみねえとわからねえぜ。そうっす。うちは寄せ集めかもしれないけど、金で集めたチームにはない絆があるんす。野球はチームでやるものっす。だからあんたらには負けないっす。絆ね、くだらない。その絆とやらを含めて金の力でぶっ潰してやりましょう。試合開始が楽しみですね。桐生さん、絶対に勝ちましょうね。ああ準備ができたら声をかけてください。最終決戦、悔いのない戦いにしましょう。桐生さん、ゴージャス戦絶対勝ちましょうね。行くぞ。プレイボール。いいとこ見せるぞ。ストライク。いい感じ。私のデータ通り。いや、やったー、勝ちましたよ。俺たちが尾道最強です。ああ、みんなよくやったな。よっしゃー、やったー、よっしゃー。そんなバカな。こっちは大金をつぎ込んで選手を集めたんだぞ。世界レベルの選手を集めたのに負けるなんて、なぜだ。わけがわからない。野球はチームでやるスポーツっす。
チームがまとまってないとやっぱり勝てないんすよ。うちのチームも桐生さんが来る前はチームワークなんかない弱小チームでした。でも桐生さんが来てメンバーが増えていってチームがどんどん一つにまとまっていったんす。千葉、確かにうちは寄せ集めかもしれないっすけど、メンバーの絆だけは負けないと思うんす。このチームに入ってよかった。このメンバーと野球がやれて嬉しい。僕らは心からそう思えるんす。そう思えるとなんだか力が湧いてくるんす。絆、勝因は結局それなんじゃないかな。僕はそう思うっす。絆か、そんなものの違いで勝ち負けが決まってしまうなんて。だがそんなもので勝ち負けが決まるから野球は面白いんじゃねえのか。お前も自分でチームを作るくらいだ。好きなんだろ野球が。なら分かってるはずだぜ。これは一本取られたな。今回は私の負けだ。約束通りグラウンドの買収計画はやめよう。やったー、よっしゃ、やりましたね。ただし我々は尾道最強のチームになることを諦めたわけじゃない。さらに強くなって必ずやあなたたちのチームを倒してみせます。おう、いつでも歓迎するぜ。よし、皆さん帰りますよ。小腹が空きましたね。高級ディナーにでも行って我々も絆とやらを深めるとしましょう。うわー、ウォー、グレート、カナビザワー、アイラブユー。絆、絆。変な奴らだな。ああ、キリュウさん、改めましてありがとうございました。キリュウさんがいなかったらうちは解散か消滅していたんじゃないかと思います。キリュウさんがうちのチームに入ってくれて本当に良かったです。いや、俺も楽しませてもらったし、いい経験をさせてもらったぜ。ありがとうな、千葉、みんな。キリュウさん。よーし、じゃあ尾道最強チームになった記念にみんなで桐生さんを胴上げしましょう。お、いいな。胴上げ。そうっすよ、僕ら尾道最強なんすよ。優勝したみたいなもんなんすよ。優勝といえば胴上げでしょ。そうでもないと思うか。桐生さんを胴上げすんのか。俺たちも混ぜてくれよ。キリュウさんを胴上げ、いいですね。ねえ、ルンさん。ええ、シゲさん。じゃあ、みんなでやりましょう。 おい、ちょっと待て。いきますよ、せーの。わーし、わーし、わーし、わーし。なあ、キリュウさんが落ちちゃった。大丈夫っすか。お前らな。